ドリフト調整、簡単ドリフト調整の紹介です。用意するものは端材、スケール、クランプ、クランプ2回、まず端材にカラインを入れます。なりに切っていきます。ちょうど このラインまで切ります。これはドリフトフリーフェンスです。14ミリ、14ミリです。一般的にこのレーザーを使って角度をコピーしフェンスに打つやり方ですが、クランプ使った非常に簡単ドリフト調整でした。引き割りを割っています。ドリフト調整後の引き割りです。
3.6。2.8。2.6。2.3。2.2。1.5。1.5。テーブルを 0.1 ほど倒さないとダメです。でもここドリフト調整は終わりました。簡単ドリフト調整の紹介です。